女性武将のみ難易度超級第9回目です。現在の状況です。人口、石高、兵数、こちらは全部トップになっております。そして本庄数は15で、こちらもトップ。しかしこの武将の方、低い順に並べてみますと下から3位というかなり少ない20人でまだ戦っております。この20人でこの後どのように戦っていくのか引き続きご覧ください。でこの後の戦略ですが、まずは鈴木家を倒す。でこの雑賀城のあたりには黒人衆がたくさんおりますので、ここを奪いたいと思います。その後に巨大勢力と化した朝倉家、こちらの方を攻める、倒す、滅亡までなんとか持っていくと。この辺りを今回目標にやっていきます。ではまず政策の方から見ていきましょうか。そろそろ鉄砲を買いたいので、商品が安くなる関所撤廃を選びます。こちらは金銭収入が減りますが、人口が多くなる、あと民中がプラス5、この民中プラス5も結構大きいです。あとは取引で商品が安く買えるようになる、これがありますので、お金に余裕ができたら選択していきたいと思います。さて次は、では、今6月ですので、お米を売っていきましょう。お米も十分余裕ができるようになりましたので、あと家宝がありますので、売ってますので家宝も購入、そして鉄砲も買っていきます。あとはこのあと余裕ができたら、全部の部隊に鉄砲が、配備できるようになったら鉄砲隊強化、こちらの政策も実施予定です。さてではあとは桐山御所、この辺りがもう直轄範囲外になってますので、できるだけ前線を直轄内に含めたいので本拠も移動、これで戦っていきたいと思います。では拡張、はい、馬がありますので兵舎を建てて、その後厩舎を、建設していきたいと思います。はい、こちらは火事から鉄砲火事を目指します。大阪城ですね。で回収、できるだけここは城門の方を強化、そしてここは、2層天守から5点を作ろうかなと思うので、このまま待ちます。いい森山は、はい、5点作ります。で整備、余裕があれば整備もやっていきましょう。はい、では、進めます。ちょっとこちらの部隊、大阪城から出たのは大阪に戻し、それ以外で少し雑賀城寄っていきたいと思います。はい、次の月に向かいます。とここで出撃してきたのはどういうことかちょっと確認してから行動しましょう。はい、お見せしましょう。迂回はさせない。ここを攻めるんですかね。統治上、あ、違いますね。守りに来てますね。ならばこの間にガラガラになった雑賀城あたりを攻め込みたいと思います。忘れずに巡察も実施、あとお米売るのを忘れないようにしましょう。はい、鉄砲も買っていきます。
拡張水源ですので農業を上げます。はい、回収はできるところやってきます。ここは5点作ります。ここの城郭施設、兵糧庫はあまり効果なさそうな気がするのでちょっと置いておきましょう。で、余裕があれば整備。はい、進めていきます。これが統治城まで行ったらこちら赤いテルコで、道を塞ぐことを考えてます。はい、女性部署いるかどうか。いなそうですね。初段ここで赤井さんをここ二見まで移動させ他の場所から最下城を目指します。ここは強撃などせずにもうそのまま行けそうですね。はい、これでいきます。あーっと戻っちゃいましたね、一人。では井上さんでちょっと道を塞いで様子見します。今三好家も守りに来てますが望月隊で接近を防ぎます。ここは赤井さんをちょっと戻しましょう。はい、建設と改修を実施。鉱脈があるのでこの鉱脈の採掘場があると鉱山からの収入が増えます。これも結構効果の高いものですので鉱脈があれば、拡張で商業、その後採掘ですか、ちょっと名前忘れましたが、まあなんかやるということでやっていきましょう。で、回収を選んでまたお城を強くしていきます。はい、5点建て終えました。いい森山は城門を鍛えます。ここも5点で人口を増やしていきます。で、武将を処断しましたので伝授していきます。武力強い者に対して効果が発揮されるのは武力強い武将に。で、この後は政治、能理、外交術。外交術は知力高い人、この辺りですかね。気合は誰でも結構です。はい、お米を売るのを忘れそうになりましたのでお米を売ります。鉄砲も買っておきましょう。鉄砲は以前ならこれが45とか高い、1個45とか高かったのですがもう30とかいうすごく低い数字になってます。またお米を買ってその後すぐ売っても高く売れますのでここでお金を増やすのもありかもしれません。ちょっと面倒なのでやりませんが、はい、では進めます。はい、最下城を取りましたのでこのまま出雲の国に手取り城を狙ってもらいます。あとは残りはここで敵の足止め。浦上家との同盟切れましたのでさてどうしましょうか。ちょっとここで突然襲いかかられると困るので援軍要請で
適度なお城、まあ、この辺りですかね、ちょっと狙ってもらって停戦状態にします。念のため外交でちょっと増やしておきましょうか。上杉とも工作ができるようになりましたので、上杉とも工作を実施します。そして拡張、お米が足りなさそうなので、お米高いところ、この辺りですかね、ここですかね。はい、建設。岸和田城もできれば武力系にしたいのですが、まあちょっとないですね、あまり良さそうな感じではないです。ではこのまま、はい、継続していきます。そして整備を行い、巡察も忘れずに行って、そして委任状態から最下城が、まだやってないところ、桐山御所もやってませんでしたので委任状態にします。で、伝授与えられますので、鉄砲を誰あたりに行きましょうか。ちょっと大阪城にいる部隊を強くしたいので、大阪城にいる浅井さんに渡します。はい、続行します。あと、すり抜けられちゃいましたね。お任せください。城へ戻る。出るぞ、助太刀いたぞ。今浦上家と浦上家とここですね、長宗我部同盟結んでしまったので援軍要請が断られましたね。さてさて、また鉄砲を増やしていきます。ちょっと全部買うとお金が全くなくなりますので、半分ずつで。ありがとうございました。はい、拡張。ここは兵をまずは増やしましょう。そして回収。はい、人口が増える二の丸を建設です。この隅城はまずは土塀作り終えちゃいましょう。ここは御殿二の丸と終わってますので、まだもう少し余裕があるので、石垣を作った後に三の丸ですね。はい、まだ回収できるところありますかね。ここですか。はい、城門を鍛えます。今2人人がいましたね。ここ、なるほど、すでに出撃させてる部隊でしたね。はい、進めます。私を侮りすこと、クビルがよい。で、望月隊は岸和田に戻して、そろそろ赤井さんもこの辺りの城に入れて前線から前に進めたいと思います。はい、出雲の奥には大阪城に戻します。さて、この後朝倉を攻めてきます。いい感じに朝倉軍は分散されてますので、この辺りどのように敵が動くかを確認しながら戦っていきます。
で政策で鉄砲隊強化を行います。ここで赤井さんが入れば一旦全部将がいなくなりますので、戦場から。そして全部の武将を鉄砲で出撃させれば、鉄砲隊強化の効果が全武将しっかりと反映されます。鉄砲隊強化や騎馬強化をやる際に注意したいのは、直轄外もしくは 軍団を作ったところ、ここにも効果が発揮されるのですが、ちゃんとそこにも馬なり鉄砲がないとそこの部隊が弱いだけになってしまいますので、必ずそうした直轄外のところしっかりと、装備があるのかどうか確認してから使いたいところです。なのでなかなか使う機会は実はないんですよね。はい、女性武将いるかどうか確認していきます。全然いませんね。はい、でこの後特性をしっかりと与えた後に、いよいよと朝倉家、あ、いや今いい感じで右が出てきましたんで、玉乗り狙いそうです。あと毛利家がなんとかここ耐えてくれればというところです。まだ同盟6ヶ月あり、なおかつ連合あと1ヶ月、漁夫の利狙って毛利の武将は引き入れたいところです。伝授していきましょう。この辺り今日必要なさそうなものは適当に、民心掌握、作詞、もう作詞はもうほとんど上げ終わってるので、ねねさんしか残ってませんでしたね。はい、出雲の国、あとは政治高い順に与えていきます。はい、では回収、ここは三の丸を作れないですかね。あ、ここ3の丸は4つですね。用地の必要の数がちょっと勘違いしてました。では矢倉でも作っておきましょう。3つかと思ってましたね。でここはまずは城門を強化していきます。ここも城門強化、ここは土塀を作った後に三の丸、今やってしまうとここで入城できなくなるので、ちょっとやらない方が良かったですね。で城門を強化します。整備を行い、整備できるところがなかったのでそのまま終了。ちょっとここはもう入っちゃいましょう。はい、女性武将いるかどうか、なんかいなさそうな感じですかね。架空姫ありでやってるのですが、全然架空姫が生まれてこないですね。ちょっと次のターンまで待って攻め込みます。今ちょうど向こうが東北方面に、今北東ですか、北東に朝倉軍が向かいましたので、少し向こうに着いた後にこちら側攻めていく。はい、で先に怪獣をこの辺りやっていきましょう。
これだけでもかなりの勢力ですので、戦闘がかなり有利になるかと思います。そして伝授、剣豪も手に入りました。あとは特に能力関係なく効果発揮するものですので、適当に副将から中心に与えていきます。でこれいろいろ選ぶのが面倒な場合は、例えば系統で武勇がある場合は武勇で、高い順に並べて与えていくなどという形でも結構です。政治であれば政治高い順に並べて与えていく、こういう形でやっても結構かと思います。能力は5個保有数持ってますが、あと1人しか与えられないので、そうなるともうこの表示からは消えます。外交術は頭のいい人に与えましょう。もう槍術も鉄砲を使うようになるので必要はないのですが、あと信仰心もどうしようか迷うんですが、まあ、適当に与えていきます。特性少ない人に与えていってます。さていよいよ出撃です。